コロナグラフによって観測された太陽コロナコロナグラフとは太陽コロナを常時観測できるように設計された望遠鏡または観測装置近年では太陽以外の恒星の観測に用いられる恒星コロナグラフも存在する焦点面に太陽像と同じ直径の遮光円盤を置くことで太陽面からの明るい光を遮り弱いコロナの光を観測できるようにしている 同じような装置としては、プロミネンスグラフや、プロミネンスアイピースが開発されている。遮光円盤がないと、太陽面が明るすぎてコロナは見えない。日食時には、月が太陽面を隠すためコロナが観測できるが、コロナグラフは、人工的に日食を起こしていると思えばよい。地球軌道は、太陽を中心とした時、わずかであるが楕円軌道を描いている。離心率にして、 0.0167であるため1.67%程度。太陽からの距離にして約3%程度の軌道半径が異なる。そのため約3%程度視直径が変化する。このためコロナグラフやプロミネンスグラフを用いて太陽表面活動を観察する際には遮光円盤を取り替えて観測する必要がある。日食では 月及び太陽からの距離によって、近間日食や怪奇日食が観測できるが、本装置の場合には、コロナ観測を目的としているため、遮光円盤を取り替える必要がある。遮光円盤は、リングフィルターや三角水状の遮光器具からできている。ハップル宇宙望遠鏡のコロナグラフにより観測された、フォーマルハウトと惑星ビー同様の原理を構成に対して応用したものが、 恒星コロナグラフである。社光円盤によって、中心の恒星が放つ光を遮り、恒星金棒の太陽系外惑星や、原子惑星系円盤を観測するために用いられる。国立天文台、座る望遠鏡に搭載されている CIA 号が、その一例である。ありがとうございます。